セントルイス大聖堂。ホトバイラファウコニッチにセントルイス大聖堂は、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ市内のフレンチクオーターにある司教座聖堂。アメリカ合衆国の現役カトリック司教座聖堂としては、最古のものである。ニューオーリンズ市内には、セントルイス大聖堂より、規模の大きいカトリック教会はいくつもあるが、同大聖堂は、 ニューオーリンズの社会において宗教的、社会的に最も重要な制度であり、ニューオーリンズ大司教区の大司教座制度である。アンドリュー・ジャクソンの騎馬像がある、ジャクソン広場とミシシッピ側に接する、この大制度は死のシンボル的存在であるため、ニューオーリンズに関連した政治演説や報道中継の際、しばしば背景として利用される。 この場所に初めてカトリック教会が建てられたのは植民地時代の1718年のことである。初代聖堂は木造であったため、1725年に木とレンガ造りの二代目聖堂の建築が始められ、1727年に完成した。二代目聖堂は1788年3月21日の聖金曜日に起こったニューオーリンズ大火で、 市内の多くの建物と共に消失した。三代目にあたる現在の聖堂の礎石は1789年に据えられ、1794年に完成した。1793年にセントルイス大聖堂が司教座聖堂とされた。このため、同聖堂は現存する司教座聖堂としては合衆国最古のものになる。1819年。 時計を備えた中央の塔と首脳が付け加えられた。1830年代以降、聖堂が手狭になっていたため、1850年代に大規模な改修が施されて、今日の姿になった。聖堂の工事期間中、司教座聖堂はセントパトリック教会に移されていた。戦闘部分1909年4月25日、ダイナマイトが大聖堂に仕掛けられ、 窓が吹き飛び、炎が損傷したが、被害は比較的軽微で済んだ。さらに1915年のハリケーンによっても被害を受けた。その年のうちに基礎部分が痛み、1916年の復活祭から翌1917年の復活祭まで聖堂が1年間閉鎖されて補修された。大聖堂は1964年にローマ教皇パウロ6世によって、 大和ジリカに次ぐ、小バシリカという名誉ある地位を与えられた。1987年9月には、ヨハネ・パウロ2世が本制度を訪問している。ハリケーンで損傷したキリスト像2005年に、米国を襲ったハリケーンカトリーナは、ニューオーリンズにも被害をもたらした。市内の他の場所と比べれば、フレンチクォーターの被害は小さかったが、 大聖堂の後ろにある聖アントニオ庭園の日本の大きな多くが強風でなぎ倒された。この冬で装飾門が30フィートにわたって失われ、大理石聖のキリスト像の手の人差し指と親指が失われた。ハリケーンカトリーナが上陸前にカテゴリー5からカテゴリー3に勢力を落としていたこと、ルイジアナ海岸に迫る前に北寄りへ進路を変えたことから、 住民たちは、キリスト像が指を犠牲にして、自然体の被害を軽くしたと噂した。ありがとうございます。